問題。瀬戸内海に面した町、岡山県笠岡市。市の玄関口でもある JR 山陽本線笠岡駅には、ホームにある生物の剥製が展示されているんだ。笠岡市にはある生物の繁殖地があるんだぜ。その生物とは一体何？急にどうしたのよ？さっきふと見つけた記事が面白くて、つい霊夢にクイズとして出題したってわけだぜ。突然の出来事すぎてついていけなかったわ。それにしても少し難しい問題ね。じゃあヒントをあげるぜ。ヒントは、生きた化石として有名なあの生物なんだぜ。生きた化石か。ということは、シーラカンスとかカブトエビ、カブトガニとかかしら？今、なんて言ったんだ？シーラカンスとかカブトエビ、カブトガニ。カブトエビ？残念、正解はカブトガニだぜ。二択を外すとなんだか悔しいわね。残念だったな。じゃあ、今日はそのカブトガニについて紹介するぜ。お願いするわ。まず、カブトガニって名前がついているものの、実はカニの仲間ではないんだぜ。そうなの？カブトガニはカニと同じく節足動物ではあるけれど、その中でもクモやサソリの仲間に近いんだ。クモやサソリか。あの足を見てると確かに想像がつくわね。そんなカブトガニは、現在世界で4種存在しているんだ。それも、生きた化石と称されているように、何億年も前から姿をほとんど変えずに現在まで生きているんだぜ。どこかの化石に残っていそうな見た目をしているものね。カブトガニは干潟の泥の溜まった海底に生息し、ゴカイやアサリなどを餌にしているんだ。口は腹側にあるため、捕食の瞬間を観察することは難しいんだ。また、水面近くを泳ぐときは、カブトガニは背泳ぎをするんだ。おけんと呼ばれる長く伸びた尻尾のように見える部分でうまく舵を取りながら、ゆっくりと進むんだぜ。あの細長いところって、そんな用途があったのね。他にも、背面は滑らかなドーム状で、前方背面の両側と中心にそれぞれ一対の複眼と単眼があるんだ。また、口の前にも腹目という特殊な目とハサミ状の胸郭があり、直後は5対の補脚状の付属足が並び、それぞれの付け根元い節は中心の口を囲んだ顎元という咀嚼用の突起があるんだぜ。そんなに目があったのね、知らなかったわ。日本に現存しているカブトガニはカブトガニ一種のみで、主に瀬戸内海に多く存在しているんだ。このカブトガニが4種いるカブトガニの中でも最大級で、平均的な体長はメスが約 60cm、オスが約 50cm もあるんだ。そんなに大きいの？そうなんだぜ。昔は取り立てて何の役にも立たず、通体が大きく漁では網を破るなど嫌われていたらしいぜ。江戸時代の書物である、金毛隋、大和本草、和漢三才隋には、運休という呼び名で記されているんだぜ。運休って、何か気が抜けそうな名前ね。そうだな。かつては瀬戸内海に多くいたカブトガニだが、現在では生息地の環境破壊が進み、生息数生息地域ともに激減しているんだ。そのため、カブトガニの保護を目的として、岡山県笠岡市と佐賀県伊万里市の繁殖地が国の天然記念物に、愛媛県西条市の繁殖地が県の天然記念物に指定されているんだ。後世に残していく必要があるわね。ところで、日本以外にはどこにいるのかしら？日本以外ではアメリカ東海岸からメキシコ東岸、中国南部から台湾、東南アジア沿岸に生息しているんだ。そして日本以外の各地に他の3種類のカブトエビがそれぞれ生息しているんだぜ。結構限られているわね。これ以上減らすことは避けたいわね。確かにそう思うぜ。そんなカブトガニだが、東南アジアにはカブトガニを食べる地域があるんだ。また、卵は中国などでも食べられているんだぜ。食べられるの？食べられると言っても、味はそんなによろしくないらしいぜ。もし我々の口に合うような味をしていたら、今頃海洋生物が大好きな日本人に食べ尽くされていたかもしれないぜ。それは一理あるわね。日本人ってすごい見た目をした生物でも美味しかったら何でも食べるわよね。あそこまでの食への探求心にはなんだか感心してしまうわ。確かにな。食用としては見向きもされないカブトガニだが、カブトガニの血液は医学界で重宝されているんだ。どういうことなの？カブトガニの血液には2つの大きな特徴があるんだ。一つは、体内に酸素を運ぶ上でヘモグロビンに含まれる鉄の代わりに銅を利用しており、そのために淡い青色をしているんだ。青い血液？まあ、正確に言うともともとは透明がかった乳白色で、時間が経つにつれて酸化して青くなるんだ。なるほど、そういうことなのね。もう一つは、カブトガニの血液は細菌内毒素と反応するため、汚染があった場合には凝固し、ゲル状の物質となって毒素を閉じ込める性質があるんだ。感度も非常に高く、1兆分の1レベルの汚染にも反応するんだ。すごい高性能なのね。そうなんだぜ。そのため、カブトガニは非常に免疫が高いとされているんだ。そこに着目され、近年では HIV や癌の治療に利用するための研究がされているんだ。すごいじゃない。もしかすると、昨今話題のあの感染症にも効くかもしれないわね。そうだったら大変ありがたい話だぜ。また、この性質を活かして、注射剤や透析液などに、菌がいるかいないかを確認する検査に利用されているんだ。従来は2日ほどかかっていた検査が、カブトガニの血液を利用することで1時間もかからずに済むようになったんだぜ。カブトガニ様々ね。ところで、この血液を採取するために、毎年アメリカの東海岸では25万匹もの生きたカブトガニが捕獲されているんだ。そんなに？それだけ取って大丈夫なのかしら？別に全血液を採取しているわけじゃないぜ。このカブトガニから献血をしてもらっているわけであって、30% 程度の血液を抜いているんだ。そして、献血が済んだカブトガニは何度も捕まることのないように、捕獲された場所から離れた海に返されるんだぜ。献血なら確かに問題なさそうね。それなら石油などと違って半永久的に取れそうね。残念だが、そんなに都合の良い話ではなかったんだ。当初、1980年代にはアメリカで採血されたカブトガニの死亡率は3と予想された上、個体数調査でもカブトガニがたくさんいたため、特に注意されていなかった。しかし、2000年代になって個体調査が行われると、個体数の減少が確認されたことに加えて、採血されたカブトガニの死亡率は実は30ではないか、と考えられるようになったんだ。また、ある研究によれば、特にメスのカブトガニへの負荷が高いらしく、血液を採取された場合、産卵場所へ移動する頻度が減り、繁殖数に影響が出ることも明らかになっているんだぜ。これは間違いなく黒でしょ。このままで大丈夫なのかしら？ちゃんと対応も進んでいるぜ。現在、この成分を人工的に合成しようという試みが進められており、すでにプライオジーンという製品が販売されているんだ。ならなんとかなりそうね。ちなみに、ここまで話してきたカブトガニの血液なんだが、約1リットルの量でおよそ170万円で取引されるらしいぜ。170万円？それだけ希少性のある物質でもあるんだぜ。なら本当に大切にしないといけないわね。そうだな。以上がカブトガニについてだぜ。なんだかカブトガニについてもっと知りたくなったわ。カブトガニについては笠岡市にある市立カブトガニ博物館で詳しく学べるぜ。カブトガニ博物館？ここは世界で唯一のカブトガニをテーマとした博物館であり、建物の形は上空から見るとカブトガニの形をしているんだ。なんだか面白そうな博物館ね。興味が湧いたら、一度行ってみるのもいいかもしれないぜ。それじゃ、今日はこの辺りにしておくんだぜ。よかったら他の動画も見てね。高評価やコメントもしてくれると嬉しいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。